さあ前回、クラーケンに敗れ、以前にはね、要塞に敗れと、ことごとく重要な戦いに負けてね、船員の、ちょっと評価を失いつつあるフルッチですが、今回もね、続きやっていきましょう。で、データ戻ってね、ランドフォール島か、に行くとこまで戻ったので、ちょっと兵装をね、また見直そうかなと。まあ、前回はまあ対人型に特化していましたけど、やっぱそれだとね、クラーケンとか、要塞に対してちょっと火力が少ないと、まあクラーケン戦は見返したんですけど、単純に操作が追いついてないっていうのもあったね。まあその辺もちょっとまたしっかりね、やっていきたいですが、まずこのデータで、ね、しっかりと船員も強くして、要塞にまず勝とう。失敗からね、学んでいこう。っていうのと、まあ、船もちょっと大きくします。直行で行っちゃったので、まあ、そういう部分で、まあ、船の耐久値とかも低かったりしたので、それが上がってなおかつ兵装も強ければ勝てるんじゃないかなということで、一回り大きいのを買います。ちょっとね、遠回りしながら冒険しよう。よし、沈んだね。こういうとこに勝つために、大砲もちょっと遠距離型にしたらクラーケン戦できつかったので、ちょっと近距離か中距離でなんか変えれたらなと。あ、これ繰り返しにしてどうしよっかな、撃てる？ああ、じゃあこっちかな。今日もここはいらないかな。まあ、とにかく船を沈める火力で行きたいので。一応近づくかな。敵近づいてこないなら近づいてもいいか。離れるね。33ね。OK。お、いいぞいいぞ。被害も少ないですね。ちょっと左が行かれたかな。なしなし、小さい船だね。これトゲトゲつけたんでね、もうだいぶ強いんですよ。さあ、ざまわないね。よし。で、まずフリゲート費用600を貯めたいので、もう勝って勝って勝ちまくって、でマップを晴らして、その海図のお金もゲットしてと。これなんか統一したらなんかお金もらえそうですけどね。今の状況だと、きついかな。お。下にいて、真ん中にミッション。ミッションで稼げるかな。でもまずカルトゲージ無力化しよう。なんもないんだ。ああ、ちょっとじゃあ、下行くか。まあ、次行っちゃおうか。移動すれば確か消えるんでね、新しいとこに。ランドフォール島でも変えたいな。ここで300くらい稼げないかな。今277あるんで、あと400くらいか。ちょっと荒れた海ですね。まず灯台を探しましょう。一応指名手配されてるんで、そこがあるかな。お、来た来た来た。待って待って。これ行こうか。うん。補修できそう。介入して彼らを救おう。よし。友人を作った。指名手配もなくなったね。指名手配割とね、こういう感じで減らしやすいので、どっかでちょっとね、襲おうかな。そういう交易のラインをね。右下から行ってくるか？ランドフォールトってどっち？右か。下行こっかな、なら。これ行ったやつかな。最終訪問があるってことは行ってるか。下行ってみよう。やっぱね、寄り道をね、しないっていうのはダメですからね。まあちょっと勝ちまくってたんでね、調子乗って進んじゃいましたけど。おっとな、めっちゃ燃えてるんだけど。
とりあえず打って。雨降ってるか？雨は降ってないか。よし、消火活動していって、ちょっと操縦士オッケーオッケー、あー大丈夫か、燃えてるけど、オッケー、キャプテン、よし、オッケー、近づきたいな。津波が接近する。おお、危ない危ない、返しはないね。行きましょう、沈め、半分ちょっと、ドーン強っ、トゲトゲいいっすね。これチクチクね、両面ついてると思うけど、これで沈めていくと。実際あるのかな、こんな露骨なやつ。突撃しますよって雰囲気すごくない？警戒されてしょうがないよね。戦おう、もう全ての戦いに勝って、フリゲート、これがまず目標だね。で、ちょっと近づいて突撃でし、沈めるというのを徹底していきます。あ、でもついてるか。んー、じゃあちょっと離れとくか。人が落ちたぞ。操縦をしないと。どうせ多分お互いキープすると思うんだよね。これってもう逆にこうじゃないかな。もうね、動かないなら全然撃っちゃおう。この頭のり作戦で勝ちましょう。ちょっとこっちの方が数が多いと。ハリフロンいるね。これ人何で落ちてんの？津波かな。あ、ハリフロン来た。あ、落ちた落ちた。忙しいな。ちょちょちょ、そんな危ないことしないよ。大丈夫か。あ、でも敵落ちてるね。いいねいいね。さあ沈めろ。オッケー。敵が距離保つパターンならこれありか。操縦ゼロ操縦ゼロはこのゲージがたまんないとかあるよね。攻撃、この天候あんま好きじゃないけど、近づいてくる。これはちゃんと操縦するパターンね。ハリフロン削っときたいね。てかハリフロン考慮したらこいつって右側にいるべきだよね。キャプテンまさかのここ行くマスト狙い。敵はこっちのマストを攻撃するかどうかでキャプテンの作戦変えよう。近づけなくはないのでいいか。2発くらい撃ったら突っちゃおう。レッツゴー。
はい。あ、来た。終わった終わった。畳め畳め。いいね。単純にチクチク強。337で206食料でかいね。救命ボートが特に発見された。移動せよ。よし、友人を作った。一応港寄ろうかな。でもできたらお金使いたくないから、それを考えると港に行きたくないんだよね。まあでも一応収入あるか。下の海域行ってからでもいいかな。多分ここ帰ってくると思うんで。街を調べる。あ、なんかあるんだ。よし、スルーしてと。下冒険していきましょう。そこで稼ぎ切れたらいいね。ここで右があればつくんじゃないかな。海図の見方が分かんないけど、ないか。お、海賊。今ここだよね。あー、こっから右行けばいいか、別に。行けんのかな、ちょっと。それは見ないと分かんないか。出た。よっしゃ、沈めてしまおう。よし、近づいてくるパターンね。厄介です。これちょっとセーブしよう。離れよ。一番遠くまで。カリフロンもないし単純に撃っちゃうと思うで、どっかで近づくか。まあ、この距離でいいかな。じゃあ、あ、やばいやばい、そんな行く。そんな緩んだ今。いや、やるね。いや、これ近づいちゃおう。いけるんじゃないこれ。痛いね。うわ、失敗か。お、まさかの降伏。近接型なんでだいぶ食らっちゃいましたね。来いよ来いよ。これいくらだ、修理費30くらいかな。逆に今回離れるか。右にいるから右でやってみる。うわ、優秀なのかな。近づけない。うわ、食らったね。入れ替わろう。ガンナ入れるか、より早く。直して、全然近づけない。落ちてはない。敵はどう？よしよしよし。
近づけないか、すごい離れるな。なんとか行きたいんですけど。よし、来た来た来た、頼むぞ。波に助けられたね。さあ港探そう。逃げ落としたんだね。多分突撃で沈まなくてもさっきみたいに降伏する可能性高いね。まあ、食料減った。まあまあまあ、そんなにね、でも何気に沈むんじゃないかっていう恐怖めっちゃ強かったですけど。君へ他の船が降伏の意図を信号するまで注意など払っていなかったと。私、君は海賊ではないと。私はとりあえず港目指そう。あ、これ行くか。よ、回復してみてまえ。あ、プラス10、ナイス。助かったんですね。港はどこだ？あったあったあった。お。あ、カタパルト来たね。これでもないね。甚大な船体被害。船体は適切。鉄鋼榴弾いいな。低速だけど、2つ持てるならこれ入れときたいな。ウェーブガン打ってこれでも一応やった方がいいっすよね。だいぶここ高いか。フリーエイトいくら、ここ700くらいだよね。海賊の領域でやるもんじゃないかな。これ取っといて、ちょっと今後用に入れといて、協会に提出して、あ、しましょう、防衛しましょう、守ってあげよう。あ、違う、帰ればよかったかなそういえばね、ここに、近づいてなくない？別に。離れてみる？あ、いけるいけるいける。近づこう。防衛とは相手弱くない？余裕ですよ、これは。オッケー。チャージできるけど離してたんでゲージがないっていうね、致命的なミス。被害やめてくれ。お金払いたくないから、そんなに。すげえ近づいたオッケー、この距離を保つんだね。いらないかな。お、いける、よし、終わりだ。いくらくれるかな。防衛してあげたわけだもんね。これ何これ。ああ、狙撃弾か。これ厄介ですよね。2隻目が来るで、後ろ燃えてるんだけど、もちろん攻撃でしょう。これは離れてるか。ちょっと切り替えよう。こっちは狙撃弾か何かだよね、そんな気がする。あー、燃えてるけど、まあ雨降ってるし大丈夫でしょう。近づけ近づけ。あー、区画潰しか。普通じゃん相手のやつ。
大丈夫大丈夫。危な。あれ？これ消えないっけ？まあ終わらせよう。ドン。2000でこの被害ならまあいけるね。まあ、敵の兵装をね、見誤えばね、見間違えれば苦戦しますけど。おー、いいね、いいね。略奪しようかな。いや、それはないか。とりあえず、まだここって、まだ晴らしてないから、あ、これ行ってお金回収して次のとこ行けば、大体来るんじゃない？とりあえずちょっとね、フリゲート費用貯めていきましょう。